はい、プレイボール、どうも野球人です。2021年ドラフト候補紹介ということで、今回もですね、しっかりドラフト候補の情報をお届けしたいと思います。今回ご紹介の選手はこちらの選手です。はい、2021年ドラフト候補紹介、今日のご紹介は筑波大学ドラ1確実左腕佐藤俊介選手のご紹介でございます。というわけで今日もですね、大学生のドラフト上位候補のご紹介ということで、注目の選手なんですけれども、早速ですねプロフィール、から見ていきましょう。はい、ではですね、ドラフト履歴書ということでしっかりプロフィール見ていきます。佐藤俊介選手、2000年1月3日生まれ、筑波大学、山形県出身で181センチ、体重80キロ、ピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーでございます。サウスポーということでどこの球団もね欲しいとは思うんですけれども、そんな佐藤選手しっかり旧歴も確認していきましょう。はい、では旧歴見ていきましょう。小学校から高校時代まで一気に見ていきます。小学校4年時から軟式野球を始め、6年生からはリトルに所属しておりました。中1の夏に全国選抜で優勝を飾ります。そして、1年生の秋以降はですね、中学の野球部でプレーし、ここでも東北大会で準優勝、宮城県の選抜にも選ばれるほどの選手でございました。当時からね、やはりその野球選手というのは確かなものであったと。その後仙台育英高校に進み、1年生からベンチ入り、2年の夏からエースを担い、当時からプロ注目選手でございました。しかしプロ志望届は提出せずに大学進学を選択しますと。甲子園 に出ることもなかったようでございます。ですが当時からプロね10球団ほどから注目されていた選手でございましたので、ここで進学という選択肢を選んだということでございます。はい、現在のですね、筑波大学に入学後は1年秋に、リーグ戦初出場、すると防御率 0.00 と圧倒的な成績を残し、関東大会にも出場、衝撃的なデビューを果たします。続く2年春も好投し、大学日本代表に選出、日米野球大会の5試合すべてにリリーフで登板、そこでも防御率 0.00 とチームに貢献しました。その頃からですね、ドラフト上位候補として注目され、2年生秋もリーグ防御率3位と、とにかくですね結果を出し続けておりました。はい、続くですね3年春の大会はコロナ禍で中止に、そして続く3年秋の大会は肘を痛めたものの、3試合で好投し、しっかりと成績を残しました。冬はですね、より向上を求め、チェンジアップの精度を高めることに努めました。これがね、やっぱり良かったみたいですね。そして迎えた4年春リーグ戦ドラ1確実と言われ注目が集まるも、本調子ではなく、このリーグ戦で、ワーストの4敗ですね、喫してしまいます。それでも最後の試合で9回12奪三振2失点と、さすがの投球を見せて、やっぱりですね、ドラ1の実力はあるんだなというふうにはね、思わされました。はい、では以上が佐藤選手の旧歴でございます。続いて、どのような選手かというのを深く振り下げていきましょう。はい、選手解説ということで、佐藤俊介選手、マックス151キロ、球種スライダーとチェンジアップと、少ないながらもですね、この2つの制球、あとは球威も、威力が高いということでございます。ピッチングタイプはセットから重心を低く、肘を柔らかく使い、出どころが見えにくいフォームが特徴です。直球を内外角に投げ分け、変化球とコンビネーションで三振の山を築くピッチングスタイルが持ち味でございます。彼の強みですね、ストロングポイント、一番の魅力はあのフォームから繰り出される威力のあるストレートです。制球力も抜群で、さらに変化球もスライダーの非常に精度が高く、カウントを取るにも三振を取るのにも使えます。得点圏にランナーを背負うとギアを上げて抑えることもできるの一つ魅力かなというふうに思います。非常にね、マウンドでも落ち着いてますし、レベルの高いピッチングっていうのがね、大学時点でもできてるのかなというふうには思います。はい、ウィークポイントはですね、肘に負担がかかるフォームでございます。やっぱりですね、見えにくいフォームっていうところは、逆を返すと、肘にも負担がねかかりやすくなってしまっているということはね、いると思います。現に故障歴がね実際あるので、そこが一つ不安点かなというふうに思います。その影響かはわからないんですが、先ほども言った通り、今年の春はですね、思ったよりも球速が出ておらず、なかなかね自分の投球ができていなかったように思えるので、
ので、まあ、秋はですね万全の状態で迎えたいなというところではないでしょうか。またですね球種も若干少ないのでもうちょっとね投げれる球っていうのを増やしていければですね、まあ、先発っていうのもまあ非常にやりやすくなるのかなというふうに思いますし、球数もね、使わずにしっかりと、抑えれることにもつながるのかなっていうふうには思いました。はい、というわけで以上が佐藤選手の、まあ、情報でございました。続いてですね成績です、見ていきましょう。はい、では投手成績しっかりと確認していきましょう。首都大学野球リーグですね、見ていくと、18年春は登板なしと、18年秋ですね、まあ、ここ5試合投げて3勝0敗 25.0 イニング、24奪三振4四球防御率 0.00 というね素晴らしいピッチングを見せてくれております。まあ、本当に圧巻ですよね。まあ、1年生でこれだけ投げれるっていうのは、彼の一部大会に行ったということでございます。で、20年春は開催中止で、20年秋はですね、3試合0勝0敗、防御率 0.56 と、まあ、しっかりね、この時も結果を残しました。で、21年春6試合で2勝4敗 41.0 イニング39奪三振10四球12で自責点で防御率 2.63 という成績でございました。まあ、防御率と、まあ、あと、負け数がですね、ちょっと混んでいるんですけれども、まあ、それでもしっかりと四死球率、奪三振率っていうのはね、例年ぐらいの、指標なので、まあ、それほどめちゃめちゃ悪いっていうことでもなかったですね。で、通算で見ると28試合、投げておりまして10勝ですね、で 166.2 イニングで161奪三振、防御率 1.46、 四死球率 2.54、 奪三振率 8.69 ということで、まあやっぱりね、素晴らしい成績かなというふうに思います。奪三振率、四死球率も優秀、現時点でやはりドラフト1位は硬いかなというところではございます。まあ、ここからの成長で何球団集まるかがちょっとね変わってくるかなというふうには思うんですけど、まあ、よっぽどね怪我とかない限りは、ドラフト1位でどこか取るだろうというところはねあります。まあ、ピッチャーでね、いろいろ即戦力の左っていうのは、まあ、何人か上がってはきているんですが、まあ、佐藤選手やっぱり、一番手の実力っていうのは今のところは変わってないのかなというふうには思いますし、本当に実力のあるピッチャーなので、まあ、秋ね、どういうピッチングするか非常に楽しみでございます。では次スカウト評価見ていきましょう。はい、ではスカウトコメントもねいっぱいありますので見ていきましょう。まずはこちらです。巨人のスカウト部次長はストレートにキレがあって純粋にいい投手です。ヤクルトの GM は僕は初めて見たけど9回にも146キロを計測するのも力はある。中日のスカウトも負けないピッチング、すごい丁寧に投げているということで、まあやはりですね、まあいろんなところが評価されているというところで、まあ総合力のね高い選手というのがね分かりますね。ストレートもスタミナも、でやっぱりコントロールも優れているということでしょう。ではね、まだあります、見ていきましょう。はい、こちら見ていきます。阪神のスカウトも上々でしょう、全部いい。ソフトバンクのスカウトもテイクバックが見づらいフォームは話題に似ている。楽天のスカウト部長も左打者に対しても自信を持ってチェンジアップを投げられている。直球も試合の中でメリハリをつけて投げていると、当然上位候補ですということで、やっぱりドラフト1位候補というだけあってね、さまざまなコメントが寄せられております。で、まだねいっぱいあるんですけれども、今日はねこのぐらいにしておきましょう。はい、ということで、スカウトコメントでございました。はい、というわけで2021年ドラフト候補紹介、今日のご紹介は筑波大学の佐藤選手のご紹介でございました。やはりですね、ドラフト1位候補ということで注目がね高いピッチャーだとは思います。やっぱりね、牧のピッチングどれだけやれるかっていうのは非常に楽しみかなというふうに思います。というわけで今日は以上です。よければねチャンネル登録、コメント、高評価、あとは終了画面やですね再生リストから、いっぱいでドラフト候補紹介の動画作っておりますので、そちらの方もぜひお願いいたします。というわけで野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。